ナチスと大敗芸術展アドルフ・ヒトラーが美術大学の受験に失敗した話は有名ですもし合格していれば溶接の天才画家エゴン・シーレと同級生になるはずでしたではヒトラーに美術に対する深い理解があったかというとそうではありませんでした独裁者の常と言うべきか彼もまた古典的な写実主義を好み前衛芸術を悪しきものと見なしたのです ヒトラーは記録に残っている限り、個人として最も美術品に対して資金を使った人間とも言われています。しかし、残念ながらその知識と見る目は受験生レベルのままでした。勘違いや知識不足が原因の裸の王様的言動に関する逸話もいろいろと残っています。独創性のない凡庸な古典的絵画が好みだったらしく、ヒトラー個人のコレクションは残念ながら 無残な二流品の山でした。厄介なことに彼の個人的な好みはナチスの階級構造の中で肥大していき表現主義者やバウハウスといった挑戦的な試みをする前衛芸術家たちを弾圧の対象にしてしまいましたファシストが祖国イタリアの栄光を望む未来派と手を結んだのに対してナチスとアバンギャルドとの関係は最高度に険悪だったのですナチスは アシストよりもずっとと理論的に話を進めたた言えます彼らの主張はこうでした国が一つにまとまらなければならない時に世代が分離するような動きをするなとつまり空間的な分裂が激化している非常時に民族内部で時間的な分裂を引き起こすべきではないというわけですその後彼らが取った民族主義的な政策は到底肯定できるものではありませんが この理屈には危険な説得力があります。全体主義を掲げるナチスにしてみれば、個性を追求しようとするアバンギャルドは、デカダンスそのもの、つまり細部への端力だったのです。ナチスは実に巧みに人々の心をつかみました。彼らはヒトラー個人の好みに端を発する美術の解釈さえ、民族的な意識をエスカレートさせるための題材として利用したのです。 1937年から4年間をかけてドイツ・オーストリアを巡回した大敗芸術展はその象徴的な企画でした。宣伝層ヨゼフ・ゲッペルスはプロイセン美術院長アドルフ・ツィグラーに命じてドイツ全土の公立美術館から650点余りの前衛芸術作品をピックアップさせます。そしてそれらに「堕落した芸術」との落印をして人々の前に提示したのです。 要するに美術世界における魔女狩りでしたこの展覧会は開会からわずか4ヶ月で200万人もの観客を呼び寄せる一大イベントになりました人々はそれらの作品をあざけるためにこぞって展覧会に出かけていったのですかつて人々の信仰を誘うために発達したヨーロッパの絵画は独自の成長を遂げ20世紀の初頭には 完全に一般の人々から有利したた。ものになっていましたヒトラーの美的感性はそれらの作品を受け入れませんでしたがその専門性の欠如ゆえに彼は大多数のの国民を味方ににつけることと成功したのだと言えます。公立美術館は税金を使って前衛絵画や彫刻を購入していましたがその価値がわからない人にとってはそれは気の遠くなるような無駄遣いでした。 食べるものにもことかく時代において、不健全な絵画に税金が使われるのはいかがなものかと、大廃芸術展は、そうした状況に対する一つの審判だったわけです。自分たちが必要ないと思っていたものが、絶対的な権力によって断罪される一種のカタルシス、それこそ全体主義の魔力でした。完全懲悪ドラマの限界は、この辺りにあります。ヒーローたちの正義は、 逃げ惑う人々のために悪を打つという信念に支えられていますが実社会ではむしろ人々ののの共通の欲望こそ悪しき行いの源泉となるからです一人一人の希望が等身大である場合にすらそれが重なり合うことで悪魔的な象徴を呼び寄せてしまうわけですそうした場合の人間集団は少し区別的ない響きを込めて大衆と呼ばれますこの大衆という概念も 実は1920年代に発達したモダンの産物でした。民主主義の多数決原理と大量生産による画一的体験が特徴と言われますが、この論考の流れで言えば、時代性を意識する集団と定義しても良いでしょう。民衆が政治に反応し、群衆が刺激に反応するのに対して、大衆が反応するのは流行です。新規性に魅了されながら、取り残されることを恐怖するがゆえに、 大衆は画一的であることを恐れません彼らが求める文化は刺激的でありながら逸脱せず先進的であっても孤立しない商品なのですパンクロックがどれだけ反社会的なメッセージを込めようともそれが音楽産業に属していることを忘れるべきではないでしょうアバンギャルドは孤立の恐怖を内面に抱えながらも進むことしか考えませんが大衆は 後ろを振り返りながら進みます。彼らの感性は半ばアバンギャルドに重なり、半ばそれと相反しているわけです。大衆が常に間違えるというわけではありません。しかし、大衆を魅了し、その不満を巧みに救い上げることで、20世紀以降の権力者は、自分の目的を達成してきました。権力者が大衆の欲望を都合よく取り込むとき、大衆は権力と一体になり、 体制を支えるるエネルギー源になるのですその時革命家は信じる理念を胸に孤立することになります1978年まさしくそうしたヒーローがブラウン管に登場しました敵からもそして敵に脅かされているはずの人類からも疎まれながらそれでもなお地球を守る宇宙海賊キャプテン・ハーロックです宇宙戦艦ヤマト銀河鉄道99と並ぶ 松本霊治の代表作でしたハーロックが大切にしているのは親友トチロウとの友情です彼は宇宙戦艦ヤマトの船員たちのように任務として地球を守っているわけではありません娘を地球で育てたいという亡き友の願いを叶えるために自らの命を懸けて宇宙からの侵略者マゾンと戦うのですトチロウの娘マユはテレビ版で付加されたキャラクターですが秀逸な設定でした 親友の娘の成長を願う気持ちが、戦いのモチベーションになるという、子供番組とは到底思えない動機づけ。しかし、案外そういう大人の発想は子供たちにもグッとくるわけで、むしろ子供にこうあってほしいという狙いの番組は、なんだか居心地の悪いものです。時は2977年、単一国家に統一された地球で、人々は怠惰な生活をむさぼっているという設定でした。 侵略者が地球に打ち込んだビーコンすら宇宙海賊の粗暴な行いと決めつけ迫りくる危機に対して一向に身構えようとしない人々ハーロックは言われのない誹謗を引き受けながらもそれでもなお親友の願いを叶えるために死力を尽くして戦います迫り来る危機と危機意識のない大衆との間に広がる気の遠くなるような真空の世界その深遠な海が宇宙海賊ハーロックの戦場でした